はい、えー、アロマプリエール求人ブログでございます。えー、宇都宮のメンズエステ店で、えー、アロマプリエールという、まあ、老舗、えー、昔からある <laughs> と言っても4年ですが、えー、メンズエステ店がございまして、そちらで、えー、店長をやらせていただいております、山田と申します。えー、よろしくお願いいたします。でね、先ほど、えー、セラピストさんに出演していただきました。 ね、生の声。これはね、もう響いたでしょね、えー、ちょっと喋りがね、緊張してたりとか、まあ特に僕なんですけどね、えー、緊張してたりとか、うーん、うまくナビ、ゲート、ね、サポートしてあげれればよかったんですが、もうグダグダになってしまって、お恥ずかしい限りではございますが、えー、まあ逆に言うと台本のない、えー、インタビューだったので、 あの、生の声、えー、心に響いたんじゃないですかうん。もう素で話してましたから、セラピストさんもね。えー、やっぱや、あの、お仕事探してる方、メンしステやろうかな、どうしようかな、プリエールどうしようかなと思ってる方なんかは、えー、かったと思うんですよね。うん。でもう、 これから、えー、今もう回数が180代後半200回目前にして、えー、このセラピストさん緊急出演の回をたくさん作っていきたいなと思っております、えー、よろしくお願いいたします、えー、ということでまあちょっと話してみてね僕もだからいろいろコミュニケーションをとるようにはしてるんですけれどもセラピストさんとね、えー、また新たな発見があったりとか えー、いい勉強になりましたね。で、やっぱりもうちょっとね、コミュニケーションとってどういうふうに考えてるのか、どういう思いで働いてるのか、えー、というのを知らないとね、いけないなと思ったあ、次第ではございます。それこそノミニケーションもね、えー、必要なのかもしれない。ノミニケーションっていう言葉自体がもう、やじかもしれないけどね。<laughs> んな言葉使わないかあー、必要かもしれないなと思ったぐらいでございますね。 うん勉強になりました。やっぱりね、えー、じっくり、えー、お話を聞かせていただくっていうのがね、えー、セラピストさんのね、えー、ヒントになるね、店作りのヒントになると思うので、えー、引き続きちょっとやらせていただきたいですし、また音声でもご案内する、あのー、ご案内できればね、良、えー、かったと、あの、いいと思います。もうカミですけども。 うん、で本当に台本なしでやってましたので、えーまあ、下手くそな会話。あまあ、僕が、ね、下手なんか上手に喋れなかったら反省してますけれどもあの、うん、逆に伝わったんじゃないかなと思いますけどね。うん、なんかね、店の,そのぼんやりとでもその雰囲気が見えてくればいいなと思ってまして、店の雰囲気すごくいいんですよ。これはね、あのいいと思う。うん こういいいいったタイプののお店の中ではめちゃくちゃゃいくいと思います、うん、その中でねそれが僕が一人でこの「いい店だよいい店だよ」って言うんじゃなくてねあのもう雰囲気がその伝わってくればいいなと思ってますのでその時あのそれには、まあ、セラピストさんの力もお借りしてね、えー、対話形式で、えー、こういったあの音声をご案内、えー、させていただければいいなと思っております。 でまあ、話は変わりますけれども、今、出張のお迎えに来ております、えー。一回出張についてお話しさせていただきましたが、えー、出張、要は近所のビジネスホテル,ホーテールさんとかにね、えーまあ、サロンに行く,行くのはめんどくさいけど、ビジネスホテルの部屋に来てくれるならマッサージを受けたいという方がいらっしゃいまして、えー、そういった方のニーズにもお応えしております。 まあ、出張の、あのー、でのご利用、まあ、僕らも出張、まあ、お客様も出張でいらした方っていう感じなんですが、あの出張で宇都宮にいらした方っていう感じなんですが、えー、僕らとしての出張でのご利用というのがあの少ないんですけどね、えー、全体で10%もないぐらい、えー、特に夜しかないですし、夜も遅めの時間しかないんですが、えーまあ、たまにあるという感じでしょうか。 でね、出張の、あのー、に行くのが大好きなセラピストさんもいますしね特別あのお部屋の、えー、準備片付けというのが、あのー、あんまりなかったりするしますし出張でいらっしゃってる方っていうのは結構マナーが良かったりねビジネスマンの方で、えー、かたあだったりしますので「うん、出張ですか?」って言って喜んで、えー、まあ 行くセラピスさんもいらっしゃいます <laughs> まあそういうことでね久々にこっちのエリアに来てみたんですが、えー、なんか、えー、外国の方が立ちんぼのように立ってますな立ちんポのように <laughs> えー、これマッサージどうですかっていうタイプの,あの外国の方でしょうねこれね 僕の地元の話ばっかりして申し訳ないんですけどやっぱりね繁華街があってもう腕ガッとつかんでね部屋に連れ込もうとするんですよマッサージどうですかマッサージどうですかって言ってね、えー、でマッサージ5000円だなんだって言って入ってみると、えー、倍ぐらいの値段取られてちんこ触られて生かされるみたいな、えー、そういうところでね僕はでも利用したことないからあい 1回行きましたけど、かたくなに、あのチンコのサービスはいらないって言い張ってね、えー、最低金額で出てきましたけど、一緒に行った友達は倍以上、3倍ぐらい取られてましたけどね <laughs> うん、なんか品がないね、マッサージもね、適当なんですよね、結構、上手な人もいるでしょうけど、うんそのね、中国だ、韓国だ。 外国のマッサージなんか気持ちよさそうじゃないですか上手な方がやってくれそうな雰囲気はあるんですけどなんかそ,それこそ性的なサービス主なのかなみたいなうーんなんか印象でねあんまりいまいちな印象、あのー、を持ってはいますけど、えー、偏見でしょうか <laughs> う歩いてますなでもそんな強引に腕引っ張ったりはしてませんねこの地域ではねうん。 まあそういうのは置いておきまして、えーえー、セラピストさんを募集しております、えー、お仕事探してる方ね、そろそろもう、あのー、よし、プリエールにしようと思ってきたんでしょ、<laughs> 思ってきてんでしょ、本当は、えー、そろそろしましょうよ、プリエルあル、挑戦してみましょうよ。 このね、メンズエステという仕事もそうですけれども、アロマアプリエルというお店がね、やっぱり非常に働きやすくてね、えー、喜んでいただいております。で、あ,あの、一度働いてくださった方は皆さん長続きするしね、なかなか辞めない。いや、辞めてほしいって言ってるわけじゃないですよ。あの、ありがたいことでございますが、なかなか、あの、引退しない。 ねそれこそ夢を叶えてとか、目標を達成してっていう引退があったりはしますけれども、嫌で辞めたっていうのはね、ほとんどないですね。うん、ほとんどない。ね、あの、それこそ、あの、復活もよくしてくださりますしね、また復活の話もい,いくつか出ておりますけれども、まあ、これも、あの、ねあの、過去の人気だったセラピストさんがね、 えー、復活する恐れがあると。恐れって言うとね、怖いものだみたいに思うかもしれない。可能性がありますので、楽しみですな。こればっかりはね、あのー、そのセラピストさんの、えー、ライフスタイル、状況次第でございますので、なんとも言えませんが、えー、そういったことも含めて、えー、もし聞いてるセラピストさんでね、過去のセラピストさんいても、えー、大いに復活もありですからね、えー、よろしくお願いいたします。 で、また新人さん、えー、未経験の方は大いに結構ですよ。もうしっかり研修しますから。ねえー、メンズエステでありながらって言ったら変なんですけど、<laughs> ねあの、しっかりけん、ここまでちゃんと研修する、うん、店も少ないんじゃないでしょうか、なんて、ハードル上げたらダメでしょうか。<laughs> うー、ん、まあ、やっぱね、早くデビューしたいという気持ちがあるから、それに応えようとは思ってるので、 えー、最短でデビューできるようにはサポートいたしますが、ただ,だ、あの、オイル塗ってベタベタとっていうことでもね、納得していただけませんので、で、あなたの技術にもなるのでね、えー、それは無料でしっかり研修させていただいております。えー、女性トレーナーもおりますしね、あの、うち辞めた後ね、とか5年後、10年後などに、えー、うちの、えー、マッサージをベースにね、 えー、他のお店でもマッサージができると、えー、いうのっていうのは、あなたにとってすごくプラスになると思いますので、えー、本当にね、専門学校行くつ,いつもりで、研修に通いっていただきたいですね。えー、通常専門学校だったり、どっかのスクール、マッサージスクール、ールマッサージスクール、えー、行くにはね、お金がかかるんです。それで結構ね、手に職の技術ですから、あのー、結構高いお金、えー、かかったりするスクールもあります。そんな中で、 えー、もちろん無料でね、えー、お教えさせていただいておりますので、えー、それこそ、もう、あの、感謝されるというかね、あの、しっかり研修受けられるというのはありがたいということで、えー、セラピストさんも言ってくださいます。うん。ですので、えー、一からでも OK。そして、経験者の皆さん。経験者の方聞いてんでしょ、本当は。ねえ、えー 芸人の方も聞いてるんじゃないですかええー、あのー、まあ、でもね、芸人のセラピストさんは一番、一番は自分の今の店で活躍したらいいです。ええー、お客様が入んないっていう、うまあ、悩みがあるかもしれないけども、それはい、一番は店、まあ、店もあ,んあるんだけど実際は。ただ一番は自分の、 に問題ががあると思った方がいい、えー、やっぱり、えー、特に、えー、人気のあるセラピストさんとか、えー、ご指名いただける、ご指示いただけるセラピストさんというのは、どのお店に行っても活躍できるし、えー、自分にベクトルが向いてるんですよね、えー。お客様が入んなかった時は自分が悪い。でお客様が、えー、ねえ、 リピート取れなかったら自分に問題があるっていう見方ができる考え方ができるセラピストさんですのでで本当にね暇だと言ってもねその例えばあるお店が暇だと言ってもその中でも忙しいセラピストさんって必ずいるんですよねその方なんかはどこに行っても例えば地域を変えても、ね、違う、まあ、同じ地域の隣の店に行っても忙しいんですよ、うん なので、そういうあのセラピストさんになっていただきたいなとは思いますが、えー、だからまず、ベクトルを自分に向けて、で、自分は努力して何か、えー、改善すると、えさ、ー、らなる努力をして、お客様にご指示いただけるようになっていけばいいと思うし、で、えー、なおかつ、えー、お店がいまいちっていうことであればね、それはね、客入りという、お客様の入りというよりは、そのスタンスとかね、 えー、店長さんオーナーさんの考え方とか、えー、そういったところで、あのー、ちょっといまいちじゃないのとかね極端に冷たいとか、うん、なんか物のように道具のように扱われるとかね、えー、エコヒーキがあるとか、うん、なんかそのいまいちなんじゃねえのって思うような、えー、ことがあるなら、あのー、転職あの、まあ、お店を変えるっていうのもありだと思います。 うん。それは、あの、ご自身がリピート取れるセラピストさん、そうじゃないセラピストさん、ええー、問わずです。うん。やっぱり、イマイチだなっていうのを感じるじゃないですか。ああ、この人についてったらまずいかなとかね。えー、なんか、あのー、面白くないな。あの、楽しい意味での面白く、じゃなくて、なんか面白くねえなって、こう、なんか、あれじゃないですか。わかるでしょそういうね、 あの、店、お店ではやっぱり時間の無駄だからね、早く引退した方がいいですな。うん、まともな経営者のね、まともな店長さん、まともなリーダー、ね、まともなトレーナーさんのもとで、えー、がいるお店で働くのがやっぱり一番ノーストレスでね、えー、あなたにとってプラスだと思います。ですので、今、あの、経験者というか、今、現任されてるセラピストさんとかね、 えー、過去に、えー、メンズエステなり、オイルマッサージなり、エステサロンなりで働いてる、働いたことのあるセラピストさんも含めてですけれども、えー、経験者の方もプリエール募集させていただいております。えー、ね <laughs> 来てね <laughs> あのえあ、まあ、見に来てくださいよ。僕とか、それこそ、あの、スタッフとかね、店の雰囲気とか。 えー、見に来られて、今までにない、えー、あ、いいなと思う部分があれば、働いていただければいいですし、なんだよ、ここも一緒じゃねえかよ、と思うのであれば、あの、働くこともないですから。ということで、長々と、長々と話してしまいました。えー、セラピストさん、出て、えー、来ません。今、ホテルの前で待ってるんだけど、ホテルって言っても、あの、ビジネスホテルさんですからね。うん。 まあもうちょっと待ちたいと思います。